どうも、はじまですあのね、まあ、ワンピースの考察なんですけど、まずワンピース考察してる人ってみんなさ、あの、顔出してないじゃん。俺は出しちゃう。なんでか。よくわかんない。まあ、顔出し系ね。あのー、底辺ゆじわなんで、まあ、その、みんなさ、盲点、オダッチがさ、なんでエースと白ひげ殺したかっていうのは、やっぱそのまあ、殺したかっていうのは言い方が悪いけど、死んだかってやっぱ、能力のシステムみたいなもんなんで、盲点をつくために、黒ひげの能力。 っていうのはエースが死んだらメラメラの実が手に入ったじゃんサボがでもさ白ひげも入るはずじゃん手に入るでも入らないまだ入らないってだけなんだよそのね黒ひげは能力があったけどその能力っていうのはさわかんないんだけど俺はねそのグラグラの実は多分ワンピースのこの世のどこかにあると思うんだよ絶対どこかにある なんでかって能力の循環的にさまあこれもオダッチの俺みたいなバカを騙すもうってなるかもしれないけど黒ひが能力奪ったじゃん。で能力奪ったのがケルケルの実その犬犬の実かって言われたら違うと思うねなんでかって能力探す意味なくねだってゾーン系とその能力3つ最強のロギアと最強の、えー、パラミシャ次最強のゾーン系能力を探すわけじゃん。 最強のゾーン系って何だろうな不死鳥があるでしょまず。すごいね。ロギア。ロギアでゾーンの力があるという、それも空が飛べちゃう、えー、マルコの能力。でもマルコの能力が奪わなかったわけでしょそれかもう奪われちゃったか。うん。でもまだ能力者続けてるってことは、ケルベロスの能力としてはなんか入れ替えがみたいなのができるのかななんかわかんないけどさ、能力って、あと一つだけゾーンの能力を探してんだろうね。能力者狩りっていうのは多分。 でも分かんないよなそういうところがね黒ひげがねケルケルの実なのかなでも犬犬の実ケルベロス多分最強のゾーン種を探してるもしくは最強の防御能力みたいなの探してるバリバリを超える でもそのなんちょっと前置き長くなったけどそのね黒ひげが白ひげの能力でグラグラ手に入れたぜって言うじゃんでもあれってやっぱそのやっぱフェイクだと思うんでグラグラの能力を作るためにみんなが気づかせないためでそしてメラメラの実が手に入ったとこれがメラメラの実だって言ってるじゃんってことはグラグラの実もどっかにあるよってことが言いたいだから誰かが持ってると思うんだよね誰かが見つけてる その能力の循環は死んだら能力が出るって言ってんじゃんエースが死んだら悪魔の実になるとだし白ひげが死んだから能力ができるはずじゃんでもみんなはその黒ひげが持ってるから能力は黒ひげが取ったってことになってるけど黒ひげは悪魔の実は食べてないじゃん絶対に悪魔の実を2つ食ったらダメって言ってるだけで能力は2つ以上持っていいと思うんだよ悪魔の実を2つ食ったら死ぬだけであって 体が破裂あとさゴムゴムの実あるじゃん。あれ多分ゴムゴムの実絶対2個目食えると思うんだよね。ゴムの体だから破裂しないで済むんじゃないめっちゃ膨張するけど。バーって思いっきり膨張するけど、シューってなると思う。俺多分、だからオダッチどこまで考えてんだよって話だよね。結構めっちゃ強いロギアシュのゴロゴロの実もゴムで効きません。というのも、すごいどこまで構想だから多分。 もしかしたらルフィ能力2個目食えちゃうんじゃね絶対でも2個目ないだからグラグラの実なのかって言うけど、グラグラの実かって話じゃん、ルフィが。あんま合わ,合わなそうだよね。うん。でもルフィは能力2個目取んないのかな特殊な能力なんだろうね。戦闘系じゃない。方面の。だからそこまで考えたらゴムゴムの実なんじゃないいろんなワンピースの考察だしね。 誰かがグラグラの実を食うと思う。だからその能力のメカニズムは、じゃあ俺がグラグラの実の能力のね、白ひげだって言っち白ひげだ、バンバンバンって暴れて殺されちゃいました、ピってなったら、能力がこの世のどこか、そのゆかりある、白ひげのゆかりある場所に、白ひげのゆかりある場所で、まあよく魂といえばさ、その44日は現世にいる。 っってていうのを考えて黒ひげが取ったで,でも白ひげは魂まで操作なんかもうできるからすぐに天国とか地獄に行こうとして天,天国がないか海賊だから地獄に逃げようとしたけど黒ひげに捕まえられちゃったっていうあと能力は魂に宿る宿るって話だよねもう一つだから俺がさこのねティッシュ箱を大切に使ってるとするじゃんって言ったらなんかクラバウタウマみたいなでティッシュの魂に能力をかわす 能力は魂に依存するんだろうねってお話だと私は思いますだからだから武器にも能力なんだろうね武器に能力がつけられるだから剣剣がの食べたことになるじゃんゾーン系のゾウゾウの実みたいなエレファントみたいなゾウが剣を食ったんじゃなくて剣がゾウを食った ゾウゾウの実ってあるかなまあい,いいやだか能力は魂に依存するよって話いやめっちゃおしれわマジでワンピースでもカイドウの能力とサックスーなんか俺になんかオダッチが考えてる構想全部くれねえかな すごいね。超もうとんでもない。時価総額100億の価値はあるね。もうワンピースマニアが何円出したって欲しいだろうね。それはワンピースと一緒で逆に欲しがんないんじゃないえー、でも俺早く、いつ死ぬか分かんないじゃん。絶対ワンピース完結するまで絶対死なない。指切りゲンマは絶対死にましぇん。ほ絶対死にたくないわ。って思いますわ。 グラグラのみ誰が来るんだろうエドワード・ウィーブルかな でも思っ糸糸の実ってパラミシアなんでしょ強っ。あー早くシャンクスの赤髪海賊団の戦闘シーン見てよ。でも多分ぶつかるでしょ。バルトロメをボコボコにされるでしょ。あの扉絵リクエストじゃないけど、扉絵シリーズでさ。あったじゃん。 シャンクスの旗燃やしちゃって終わったじゃん、えー、バルトロメアボコボコにされちゃうねーって話大変だ <laughs> まあいいやじゃね